おはようございます。7月2日金曜日、スケッチブックを開いているのがレッドさんです。そしてなんでこのタイミングで太鼓始めたかな。太鼓をやっているのがグリーンくんです。レッドが気づいてしまった。自分でスイッチのオンオフできるようになりました。こうやって裏面を見て、あ、そうそう、カチカチ、あれやめちゃった。スケッチブックをグリーンの横から投げたからだよ。バーじゃないよー。やっ、お、両手でやれるんだ。両手でできるようになってる。うわ、うまい。最初の頃のただ殴ってるかのような持ち方から、優しく優しいタッチになったね。あ、そうそう、最初そんな感じだった。めっちゃいいよだったみんな。ゆっくりのがいいだし。ゆっくりのびっくりしちゃうんじゃない、早いと。楽しそう。えらい。すごい。なんか。二人で遊んでるよ。え、でも疲れちゃうでしょ、これ、レッドさん、二人で。確かに。汗かけちゃう。すごいよ。でも、ちょっと嬉しそうだね。あれかな、やってあげてってのが楽しいのかな。水遊びしてきたお二人です。ちゃんとね、水分補給もしたね。うん、偉いね。お、閉めたね。はい、開いちゃった。はい、ってる。え、乗るの、もうさ、それさ、もうさ、あれだよ、もうねんねの時間だから、また後練習。食後のグリーンさんです。開けております。おとなしくなった。あ、おとなしくなっちゃった。さっきまで可愛い声出したの。あ、ちょっと耐えてる。ちょっと耐えてるな、あいつ。ダメダメ、それはダメ、それダメだってば。やめてよ、ね、なんかね、可愛いんだけどさ、足元がさ、足元がね、だいぶ派手にやられててね。で、食事中、グリーンさんもこんな感じだったんですね。ドヤ顔してやめて、まき散らさないで。やめて。じゃあ、そろそろ食事終わろうか。もういらないね。これはさすがに遊びすぎだよ。ダメだよ、ダメだよ。